M1 ガーランド小銃用円ブロッククリップと SKS カービン用ストリッパークリップ差し段子あるいはクリップは重火器に複数個の弾薬を装填する際に用いる器具である。装弾子を用いると手で一発ずつ装填するよりも非常に素早く再装填が行える。形状や用途によって数種類に分類され、いずれも繰り返しの使用を前提としない案かな。 プレス加工で成形されている。小銃や拳銃のほ四母ミリ 40mm 機関砲のような火砲でも、装填のために類似した器具を使うことがある。日本の防衛省では、クリップ、またはカートリッジクリップの訳語として、相談し、またはクリップを当て、弾層への相談を容易にするために用いる弾薬の保持具。一般に数発の弾薬を保持する。と定義している。 英語圏では、しばしば相談士と断層という用語が同一視される。装填の補助具である刺し男子と射撃に際し弾薬を保持する断層を厳密に区別するべきとする立場がある一方、組織や国による定義の差のため、これらを厳密に分離することは困難とする立場もある。例えば、イギリス軍が1929年に作成した消火器教本では、 弾倉に弾薬を装填するための器具、すなわち、アメリカにおいて、ストリッパークリップと称される種類の相談紙を、チャージャーと定義し、弾薬と共に弾倉に装填され、弾倉が空になった時点で排出される器具、すなわち、アメリカにおいて、エンブロッククリップと称される種類の相談紙を、クリップと定義する。また、発射に備えて、弾薬を保持する武器の一部を、マガジンと定義する。 これらの定義に従えば、例えばピストルなどの断層は、銃本体から構造上分離しているため、マガジンではなく、クリップに含まれるとも解釈できる。ストリッパークリップ、または単にチャージャーと呼ばれるタイプの相談紙は、断層への装填を迅速にするためだけのもので、これを使用する下記は、装填にクリップを必要としない。ボルト解放時に、これを装着し、 上から指で押し込むことによって弾薬が相談紙から外れて内部の弾層へ送られるのである。形状からいくつかの種類に分けられる。最も初期に考案されたのは内側に弾薬を固定するための板ネを組み込んだ構造のものでドイツのモーゼルグ98小銃などで使われた。次に開発されたのは板ネの代わりに本体の一部に切り起こしを設けた構造のものである。 一体型のものは第一次世界大戦中にモーゼル小重要差し段子の戦時省力型として初めて考案されたが新中性で強度に不安があり長くは使われなかったこの構造を備える実用的な相談士としては1940年代後半にソビエト連邦で開発された SK スカービン用鋼鉄製差し段子が最初であるその他 バネの代わりに一体型の側壁を設けた構造のものもある。これは主にリムド弾を保持するために設計されたもので、イギリスのリーエンフィールド小重要差し、男子、ソ連の模身、ナガン小重要差し男子が代表例である。エンブロッククリップと呼ばれるタイプの相談子は、銃弾と相談子を一括にして弾層へ装填するものである。相談子自体は、 装填展示ないし最終弾発砲後に排出される。銃によっては弾倉内で弾薬を抑える働きを担になっており、その種の銃はクリップがないと弾倉に弾を保持できなくなってしまう。エンブロッククリップは二人の全く見ず知らずの銃機器技師がほぼ同時に開発したと言われている。すなわち、1890年式リー小銃の開発者、ジェームズ・パリスリーと M1885 小銃の開発者、フェルディナント・マンリッヒハーの二人である。ドイツの M88 小銃、フランスの1890年式ベルティエ小銃、イタリアの M1870 ベッテルリ小銃や、カルカの M1891 小銃、オーストリア・ハンガリー帝国の M1895 小銃、ハンガリーの 35M 小銃、 アメリカの M1895 リーネービーや M1、ガーランドなどがエンブロッククリップを使用する銃として知られている。マンリッヒャー型のエンブロッククリップは非対称の形状で単方向からの装填しか行えなかったが、グ88アカルカノでは左右対称のものが採用されている。また、後に、ジョン・ペダーセンギ氏は逆方向での装填が可能なエンブロッククリップを開発し、 これは、ジョン・ガーランド騎士が M1 ガーランドで採用している。ムーンクリップと呼ばれるタイプの相談師は、回転式拳銃用の相談師である。円形ないし、星型で銃のシリンダーをすべて埋める、数の弾薬を保持する。これを用いると構造上リボルバーに使うのが困難な、リムレスの弾薬を使用でき、また、薬莢や打ち残した弾薬を取り出す際に散らばることがない。 しかし、打ち終えた薬莢をクリップから取り外すのは極めて難しく、専用工具の使用が前提となる。また、かさばって、携帯に不便、変形しやすく、わずかに変形しただけで射撃に差し支えるといった欠点がある。携帯しやすいように、かつ少しでも変形を防げるようにとハーフムーンクリップが採用された。ハーフムーンクリップは銃のシリンダーの半分をカバーする。 数の弾薬を保持し、全弾装填のためにはクリップが2つ必要になる。ムーンクリップは第一次世界大戦前に考案された。例えば、1901年にアメリカで特許が取得された、J.D. ガーフィールドと H.W. ラーソンのリボルバー用ローディングパックは、この種の発明として最初期のものの一つである。また、同じくアメリカのエルマー・ E ・ニールは、 1908年にローリングパック、1909年にカートリッジホルダーの名称で、それぞれ特許を取得している。第一次世界大戦の勃発後、アメリカでは新式の M1911 ピストルの調達が難航し、既存の民生用回転式拳銃と同じ設備で製造可能な M1917 リボルバーの調達が行われた。この際、リムレス団である。 45ACP 弾を使用するために、スミスウェッソン社社長、ジョセフ・ウェッソンが、専用のハーフムーンクリップを考案した。防衛省企画改正表、NDSY000HD 弾薬用語 P11160。防衛省。2021年4月20日閲覧。A ページフロムヒストリー、クリップスマガジンズ。 シューティングスポーツ USA 2021年5月7日、閲覧。クリップスチャージャーズ SMALLARMSREVIEW.com2021 年5月7日閲覧。ホグ、イアン・ V ・ウィークス、ジョン・エズ、ミリタリー・スモール・アームス・オブ・ザ・トゥエンティース・センチュリー、セブンス・エディション クラウスパブリケーションズ、ISBN0 から873418247、アメリカ合衆国特許第68万4752号、アメリカ合衆国特許第88万1437号、アメリカ合衆国特許第92万3068号、アメリカ合衆国特許第125万8 1 7号。ありがとうございます。